塩釜市は今日会見を開き、粗大ごみなどから回収した鉄スクラップの管理がずさんで、売却により得られる収入を失っていた可能性があるとし、陳謝しました。皆様方に心からお詫びを申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。塩釜市では粗大ごみなどから回収される鉄スクラップは リフ町内にある市の処分場で一時的に保管した後業者が引き取ることになっています塩釜市によりますとこの取引について資源として売る可能性を探ることなく無料もしくは処理費用を支払って業者に引き取られた例が少なくとも2016年度以降続いていました合わせて635トンに上ります市の職員の指摘で 去年11月に発覚しました。これを受け、市では資源として売る可能性を必ず探るよう切り替えたところ、211トンが1000万円余りの価格で売れたということです。一般的に鉄スクラップの価値は分別の程度や市標に左右されます。市では今後、市標の調査や業者への聞き取りなどで失った利益を確定させ、対応を検討するということです。